せーの、お、せーの、運転中、あの右曲がるタイミングだけ誰か言ってね。右ですって。次は右に曲がって、次、うん、右方向です。どこどこどこ、ここ、これ曲がっていいの、ママ、これ曲がっていいの、これは右、これ曲がれない、これは右、あ、右、右、これどうすんの、止まれ止まれ止まれ、あー、岡田兄弟、5、2、1、わー、どうも岡田兄弟、何の岡田龍之介です。妹の岡田由依です。はい、今日はあの、はい、僕とゆいオフということで、ちょっともうお出かけしたいなと思って、はい、急遽ドライブに行きます。免許取って何ヶ月？取ってはもう1年超えてると思うけど。運転して何ヶ月？教習所卒業して2回目。怖いんだけど、怖いんだけど、喋れない。次の大通り、次の大通りを右に行ってください。おい、こら、違う、止まります。はい、それは止まるよ、赤信号の、止まって。はい、あの本当に何だろう、無計画ドライブでも、今回僕がじゃあゆいをどっかに連れて行きます、はい、ということで、行きたい場所が御殿場アウトレットに行きたいです。わただ、はい、本当にペーパードライバーとしては難易度高いので、はい、ちょっと今回2人だけで行くと命の保証がないので、はい、今回母も乗車していただいてます。初岡田兄弟チャンネル、岡田兄弟チャンネル、岡田ゆか登場、登場、ピーン。静かですね、急にカメラ回ったら静かになっちゃうのか。どこ、ここもう次、まだ次の、次の信号、え、それ、あ、本当にウィンカー出してさ、いけるいけるいける、次は、ウィンカー出して、うん、ほら、あ、優しい、優しい、早くね、ウィンカー出す。あのね、30メートル前だから、ウィンカー本当に30メートル以上前だったよ。今次、大通り右に曲がるか結構大変だよ。次どこ、まだまだ真っ先、ね、これさ、ほんと14時22分にちゃんと着く、わかんないね、着きます。これまっすぐ普通にいいよね、飛び出してこないよね、こいつら。ごめんなさい、人ちょっとほんと怖い、ほんとに怖い。歩行者の気持ちになって考えてもさ、あー危ないよ、あの人飛び出してきそう、狙ってる狙ってる、怖い。今のところどうすか、僕の運転の評価。もう終わってるよ、怖いわ。え、でもこれで高速乗るとかマジで嫌なんだけど。いや、高速はまっすぐやから大丈夫なの。やだやだやだ。でも真ん中か左走らさないと、右に行くとダメだよね。でも真ん中走ってたら降りるとき大変。いや、でも右行くよりはマシだし、右は一番ダメ。もうお腹めちゃくちゃ痛いわけ。でもさ、今日さ、あれじゃん、なんかさ、ドライブ企画でさ、喋りながら行くっつってるでしょ、うん、いいじゃん喋ることなんて。今さ、ただでさ、うん、あの車の道をさ、一生懸命言ってさ、うん、右とか言ってさ、うん、気をつけてとか言ってやっとじゃん。でも車運転してゆいを乗せるのが夢だった。嘘つけ、うん、声かけられたことなんて一回もないよ、うん、でもどう、まあ、実際よくさ、よく乗ったね、なんか逆の立場で言うと。はい、いや、もっと運転できる人だと思ってたもん。これどっち、右左どっち、来い、真ん中真ん中、まっすぐ、うん。気持ったも冷えたー、やっと高速のマークで歩いてるからね、ちょっと歩いてるからね、ちょっと、いや、ちょっとで、いやー、ドライブ楽しいね、全然楽しくないから、そっか、あ、もうそろそろ左曲がるよ、どこ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 、まだ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 、大通り大通り、ここここ、まだまだまだまっすぐ、止まって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 、あなたは黄色で止まって、結局スーンって言ってたんですよ、意味ないじゃん。そう、そう、スーンで止めるのむずいんだって。え、まあむずいよね、スーンで止めるの、え、一瞬何今何あの、うん、疲れたもん、見せないし、ほんで見えないむしろさ、50とかじゃない、あ、そろそろ左です、どこ、そろそろ左、え、これ左車線行くよ、ママ、行って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 、え、来てる車、大丈夫、うん、あ、来てる、トラック来てるわ、はい、これアクセル踏んで履いて履いて履いて、これ左、これ左、そしてこれ左じゃない、また左じゃない、違う、これ左なの、これ信号室だから、これを左、ゆいちゃんもうるせえよ、ここ、これは左、そう、車来てる、高速乗んねん、まっすぐまっすぐまっすぐ、またね、高速乗らん、ママの車来てる、これ左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 のウィンカー出して、左、ゆっくりゆっくり左、
ね、怖い。痛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 い。岡田兄弟。来た、みんな、安定期入りました。拍手。本当に怖い。今日死ぬのかもしれない。マジでやだ。絶対に生きる。そうだ、絶対に生きる。絶対に生きる。マジで。ゴールに近い、ゴールに近い。マジで1年ぶり。マジで1年ぶり。なんで左にすり寄るの？寄ってないって。寄ってんだよ、無意識で。寄ってない。寄ってんだって。認めろ。認めろ。自分寄ってんだよ、左に無意識で。認めろ。徐々にさ、ほらトラック来てんだよ左から。徐々に倒すの。やばい、あの人、あの人やばい、やばい、やばい、縦横無理。左来てんだって。また左行っちゃうの、これなんでって聞いてんの。遠心力に決まってんの。なんで誰も教えてくんないの、運転の仕方。遠心力って言ってんの。遠心力って言ってんの。あーわー、なんかトラップがあった今。ね、待って、もしかしてうちのこと削ろうとしてる。削ろうとしてる。料金所だって1キロ先。ええー。ETC カードがないから。これ一般料金とか行くんだよね。そう。あのウィンカータク？タク。細っ。当たり前でしょ。当たるだけだな。まずは前行け。取って。なんだ。なんだよ。ねえ、時間かかる。15時になっちゃうっての。何もかやとんだよ。15時になっちゃう。それぐらいいいでしょ。長疲れるわ、マジで。はい、じゃあ気を取り直して出発進行。今目的地じゃ御殿場アウトレット。はい、え、これなんで止まってんの。渋滞だって、渋滞。急ブレーキとか前が混んできて溺れるかと思った。え、これ事故ワンちゃん。ね、結構事故。え、事故渋滞？事故渋滞。めっちゃ真っ赤。縛るく。え、パーキング寄って、最悪。エビナ？最悪 U ターンする。エビナで食べて帰る。何 U ターンって。思ってたんで行くって話でしょ。そう。なんでその行く気なくなってんの？頭回らないんだよ。これさ、マジで本当に。いや、運転しながら喋るって大変だ。プラス、俺昨日、今朝まで名古屋にいたからね。あ、それはお疲れ。どうだったライブ。まあ、もう楽しくやらさせてもらったんですけど、はい、昨日、まあ、ここ2日間だけのスケジュールみたいな、名古屋からの始発で帰ってきて、じゃあ昨日始発で名古屋行って、うん、今日始発で帰ってきて、そう、今ドライブ YouTube 撮ってる。2日間だけ見るとめっちゃ売れっ子みたいなスケジュールをこなしてる。一応日常に。うわ、うわ。そうそう、パーキングエリア、まだパーキングエリアある。ねえ、なんでこんなギリギリ止まる？普通だこれ。岡田兄弟。はい、無事ね、パーキングエリア。やっとだよ。一つ目つきました。はい、やっと。マジで死ぬかと思ったこと8回ぐらいありました、この運転で。ちょっとやっとね、エビナついたんで、今からお腹すいたしね、うん、お互いの食べたいものをお互いがね、買ってあげるっていうね。あ、じゃあ今の気持ちを予想して、ね、そうそうそう、相手のこと考えて、ドンピシャで食べたいもの買ってきてあげる。うんうん、そうそうそう。あ、いいよ。よし、そうしよう。はい、じゃあ探してきまーす。オッケー。はい、ってことですね。戻ってきました。買い物終了。車の中に。さっき言ったように、お互いが相手が今ちょうど食べたいだろうなっていうのを予想して買ってきました。はい、どっちから発表する？お兄ちゃん。はい、じゃあ僕がゆいが食べたいなと思ったのはこちらです。でん、肉巻きおにぎり。ナイスの紹介の仕方。ゆいは？メロンパンです。わ、こちら、イエーイ。食べたかったんだよね、メロンパン。え、待って。何？お互いが食べたかったものを買ってきてるわけだから、交換しなきゃいけないの。はい、じゃあゆいこっち。やだ。いや、ダメだ、そういうのでしょ。なんで？俺、あ、でもうち肉巻きおにぎりもうち食べたい。ダメダメ、ちょうだい。俺食べるもないよ。うち肉巻きおにぎり食べたかったから肉巻きおにぎり食べる。嬉しい嬉しい。買ってきてくれて嬉しい。で、メロンパンも食べれたらもう最高。思ってきますよ、メロンパンさ、さっきからずっと喋ってたからさ、メロンパン食べたかったんかったんでしょ、自分が。うん、だってお兄ちゃんが食べたいものはうちが食べたいものでしょ。いや、もう全部俺の。うちが食べたいものはお兄ちゃんも食べたいもの。いや、何やみたいなこと言うねん。もう全部俺のだから、もう予約していいわね、これ全部。予約まーす。最悪。予約した。もうこれ全部俺のだ。てかさ。てか何？うまっ。
美味しい、うん、お腹空いてた。 いいね、めっちゃ空いてた、うん、なんかいいんだけどさ、うちらさ目標5点目だからね。今目的地の半分ぐらい。そうだよ、うちら今日11時から集合して御殿場行こうって言ってたんですよ、うん、今何時？14時半。ちょっと待って、どういうこと？初期のついてる時間じゃん。どういうこと？やばいね。やばいよ。どうする、あの目的地ちょっと変更する。御殿場行くの？え、行かないの逆に。行く選択肢ちゃんと持続してる？してるしてる。あ、じゃあいいや、行こう。じゃあ頑張って。いつでもメロンパンもらうね、一個。美味しいな、おい。どうした？どうした？ってことで、まあお兄ちゃんはうちの食べたいものを分かるし、うちはお兄ちゃんの食べたいものはうちの食べたいものってことだから、こんな感じで。本当に分かってた。俺さ、ゆいメロンパン食べたいって言ってたから、俺メロンパン買ったら思うツボかなと思ったから、あえてずらしたんだけど、メロンパンの対局にいるじゃん。日本牛ネギ。そう。大好きじゃん、ち。知らない。遊園地行ったら肉まん肉おにぎり絶対頼んでるし。興味ないかも。だからさ、もし絶対さこのままじゃつかないからさ、ママに運転変わってもらう。最悪。まあ命何個あっても足りないしね、お兄ちゃんの運転じゃ。で、何話のスピードスターなんで。うちのおかん。よし、気を取り直してじゃ行くか。じゃあママ、選手交代。はい。岡田兄弟。無事着きました。着きました。恥ずかしいですね。恥ずかしいんで。こういうのやったことないんで恥ずかしいですね。眩しい。じゃあもうゆいの買い物好きなだけ買ってください。はい、もう僕付き合うんで。頑張りまーす。はい。ただいまーという。ただいまーということで、僕たちアウトレットでいろいろ買い物したんですけど、はい、まあ、購入品はですね、ちょっと後日それはそれでまとめて発表したいと思うので、これが今日のね、まあ、言うたらもうノープラン2人のオフドライブ Vlog、 ドライブ休日ということで、お兄ちゃんの運転で死にかけるのばき、はい、はい、またね、本当に行きましょう。もうちょっと運転うまくなって、いろんなこと話しながらできるようになったらいいよね、一番。ってことは出直してこいってこと。そうそうそう、もう一回教習所行って。わかりました。はい、じゃあまた購入品は紹介してます。バイバーイ。